えとももちゃんさんどうもです。かぶくん、え、皆さんペアはすごく危ないって言っていますよね。えー、偶然、中野ゆかりチャンネルを登録していて、ゲストが元ペアの高,高橋成美さんの YouTube、えー、3年前が流れてきたので紹介しますね。成美さんは3歳からフィギュアをやっていて、えー、ペアになってからか、以前からかわかりませんが、中野さんとの、えー、話の中で、えー、中国、アメリカ、カナダなど、海外遠征も含めて、 海外にいることが多くて、コーチも、えー、海外なのなんで、えー、ペア解消は普通で、怪我をしたらパートナーとの相性が悪いと思われる、うん。海外では危ない技があるから、すぐにペア解消になる。でも、日本人の感覚では、すぐに解消というのが理解できない。えー、観客の言い分。なるほど。ここもそうですね。それで、えー、ペア解消となったら、成美さんは失恋をした気分になる。あこれ僕見たかもしれない。 言ってましたよね。気分になるけど、相手のパートナーは海外の男性だから他の人とすぐにペアを組むんだけど、でも、マーティン選手とペアを組んで、成ミさんが怪我をしたときに、マーティン選手が落ち込んだんで、お互いにメンタルが弱くて、辛くなるからペアを解消したそうです。なるほど。うん。なんかね、嫉妬とかもするらしいですよ。だからだから例えば、あのペア解消して、そのペアの一人が片方が他のペアを 他の方とペアを組むと嫉妬とか全然あるらしいですね。うん。そんなことを話してましたでしょ、このね。うん。ペアの場合は危ないから、振り付けの方に少しずつ教わっていて、あ、振り付けの方にですね、少しずつ教わって、陸上でコーチに見てもらって、2人で練習して、できれば表情のリンクで練習をすると。で また少しだけ振り付けを覚えて、陸上で2人でコーチに見てもらい、できれば表情リンクで練習する。これを何度も繰り返すので、シングルの練習とは違うし、イメージトレーニングをしてはいけないし、なるほど。イメージトレーニングをしてはいけないんだ。必ずペアは2人で練習をするのが基本だって話されていましたね。なるほど。イメージトレをそっか。1人がそういうことをやっちゃうとバラバラになっちゃうからか。うん。 うまくいくペアは長年一緒にいるから、比較的に結婚するカップルが多いって話されてましたね。3年前か4年前の話です。なるほど。結婚するカップルも多いいうね。リククーバーはそこら辺はど,どうなんでしょうかね。歳が離れてますよね。うーん。そっか。まあ、ねえ。まあ、それはわかりませんけども。ね日本は夜休み、ねどうなってくるのか気になるし。 うん。まあ、サイルカもいますからね。頑張っていこうしですよね。うん。そっか、イメトレをやっちゃいけないんだ。逆に。二人で練習したといけないわけね、つまりね。面白い。うん。ペアはね、でも嫉妬するらしいですよ。なんか、別れたりして、他のペアと組むと。うん。あ、ついに、かぶ高橋成美さんのペアのパートナーは、マーティン選手じゃなくて、 YouTube がそうスなんで、私の間違いで、マービン選手がもと。あ、ということですね。なるほど、失礼しましたと。うん。あ、もう一度ですね。えー、かぶくん、えー、さでにかぶとさんがコメ入れをしたかもしれませんが、リクルーペアのことなんで、コメ入れしますね。えー、本日3月31日,日曜日ですね。えー、情熱大陸地上波 MBS 系列。午後11時から11時半まで。あ、なるほどですね。えー、っと、リク,リクリクルーペア。うん。 最強ペアの素顔と絆が放送されます。うん。で、えー、っと、時間のない方は、えー、録画予約をしてくださいね。よろしくお願いします。夜ですね、これ深夜放送ということみたいですね。午後の11時から11時半ということはですね。はい。ということでした。皆さん、ありがとうございます。